はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今年も5月の後半となって約半年が過ぎましたね。今年はエルデンリングやモンスターハンターライズといった超有名タイトルのリリースもありましたが、今回は2022年上半期 Steam でリリースされた少ないレビュー数でありながらも 85% 以上が好評と高い評価を得ているものの、まだ日の目を浴びていない、もっと評価されてもいいのではないかと思う作品をピックアップしました。中には隠れていない作品もあるかもしれませんが、皆さんがまだ知らなかった作品で刺さるものがあるかもしれないのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにスプラランド6インチーズアンダー、2022年1月14日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、1380件中 97% の方が高評価。価格は1999円、参考プレイ時間は7時間です。小さな人形が冒険するパズルメトロイドバニア、ゼルダの伝説、メトロイド、ポータルといった作品の影響を受け、探索、パズル、戦闘などたくさんのプレイ要素が融合した一人称視点のゲームです。プレイヤーは青い配管工となって地下に広がる世界を探索して、隠された宝箱を発見し、パズルを解いて敵を撃退し、アビリティを集め地上への脱出を目指します。前作と比較すると探索とパズルの要素が多く、戦闘は少なめ、パズルの難易度はメインストーリーに関係するものはシンプルに、高難易度パズルはおまけ要素となっており、探索の本番はゲームクリア後という充実したものになっています。スプラランド6インチーズアンダーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ノーバディセーブザワールド、2022年1月18日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、2110件中 92% の方が高評価。価格は2570円、参考プレイ時間は15時間です。物語の舞台はカラミティと呼ばれる災いによりモンスターが解き放たれた過酷な世界。主人公である無表情な無個性人間ノーバディがある日魔法使いの杖を手にしたことで様々な能力を手に入れ、世界を救うために冒険に出ることになります。本作の最大の特徴は魔法使いの杖による変身能力。ノーバディは15種類以上の姿に変身することができ、クエストを完了することで新しい変身フォームや能力をアンロックでき、アビリティは80種類以上とパワフルなカスタマイズが可能です。自動生成される様々な環境のダンジョンを状況に合わせて異なる長所と短所を持った変身フォームを使い分け進んでいくユニークな作品。ノーバディセーブザワールドは非常に好評な日本語対応の作品です。断絶ウォームスノー、2022年1月19日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、15400件中 90% の方が高評価。価格は1840円、参考プレイ時間は6時間です。ダークファンタジーなローグライク RPG、 物語の舞台は竜武時代の中国。突如暖かく溶けることのない断絶ウォームスノーが舞い散り、その雪を吸った人々は正気を失い化け物へと化していきます。プレイヤーは戦士ビアンとなって断絶ウォームスノーに隠された謎に迫っていくといった物語。 2D の見下ろし視点で展開する本作はローグライク要素が満載なゲームで、最大6つのクラスをメインに多彩な武器、装備、スキル、レリックを組み替え、さまざまなキャラクタービルドを楽しむことができます。スピード感あふれるバトルと美しいグラフィックが特徴の作品。断絶ウォームスノーは非常に好評な日本語対応の作品です。アリーナ・オブ・ジ・アリーナ、2022年1月19日リリース、日本語化元対応の作品です。評価は非常に好評、1290件中 91% の方が高評価。価格は1320円、参考プレイ時間は6時間です。プレイヤーはアリーナでの生き残りをかけ、剣闘士となって血に飢えた慣習のために戦うデッキ構築のローグライクストラテジーです。本作の特徴は攻撃と防御といった従来のデッキビルダーとは異なり、マス目で構成された位置取りといった要素を加え、地形を利用して優位に立ったり敵の攻撃を回避したりすることができる戦術性です。
闘技場での戦闘に勝利することで新しいカードや報酬がもらえ、カードの強化や消去などを行ってデッキを構築していくといったシステムです。アリーナオブジアリーナは非常に好評な日本語化モッドでの対応作品です。 ED ガールオーバードーズ、2022年1月21日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、11,200 件中 95% の方が高評価。価格は1,680円、参考プレイ時間は4時間です。最強のインターネットエンジェル、配信者を目指す承認欲求強めな女の子、超絶才川天使ちゃんとの生活を描くアドベンチャー。プレイヤーは主人公のアメちゃんのピとなって、毎日の行動に口を出して人気配信者へと育成していきます。リアルでは物静かなアメちゃんはわがままで性格の悪いちょっぴりメンタル弱めな女の子、配信時には性格の良いふりをしてすぐオタクにこびる超絶才川天使ちゃん。そんなアメちゃんとの日常を過ごしつつ、配信を行いちょっぴり病んだりお薬決めたりと闇の見え隠れするマルチエンディングのアドベンチャー、ニーディーガールオーバードーズは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。グノーシア、2022年1月23日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、890件中 93% の方が高評価。価格は2,750円、参考プレイ時間は14時間です。2019年6月にプレイステーションビータでリリースされ、翌年に任天堂スイッチからもリリースされた移植作品、一人で遊べる人狼ゲーム。ちなみに私は当時このゲームをプレイするためにプレイステーションビータを買いました。ゲーム内容は宇宙を舞台にした定番の人狼ゲーム。宇宙船の乗組員に紛れ込んだ人狼であるグノーシアを見つけ、議論と投票を通じてコールドスリープすることが目的です。また人狼ゲームだけではなくストーリー性も良く、人狼を見つけコールドスリープしても1日目にループすることになります。繰り返すループの中で発生する14人の登場人物とのイベントを通じて物語は進展し、このループの真実に迫っていくといった人狼ゲームと SF アドベンチャーの両方を楽しめる作品です。ちなみに一人で遊べる無料の人狼ゲームではビレッジオブサイバーというフリーゲームがおすすめです。グノーシアは非常に好評な日本語対応の作品です。ホームビハインド2、2022年2月16日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、5290件中 87% の方が高評価。価格は2050円、参考プレイ時間は20時間です。内戦下のヨーロッパが舞台の難民ローグライク RPG、 前作ホームビハインドの舞台スカリアの10年前を描いた作品です。独裁政府に対する革命戦争の渦中に独裁者の圧政に反旗を翻す。寄せ集めの遊撃部隊を組織指導し、独裁者の支配するスカリアに平和をもたらすといった物語。駐屯地を建設し、戦術立案や料理、科学技術のアップグレード、武器や装甲の製造を行い、政府軍にも抵抗できる戦力を整えていきます。ランダムに生成されるスカリアの西部のマップ上を自由に探索し、敵の油田や都市、司令部などへの攻撃を行い、革命への道を切り開いていきます。豊富に用意されているメインクエスト、サブクエストを進めることで見えてくる戦争と革命の歴史。ホームビハインド2は非常に好評な日本語対応の作品です。バーチェンジングタイド、2022年3月1日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、1190件中 93% の方が高評価。価格は2050円、参考プレイ時間は5時間です。船で終末世界を巡るアクションアドベンチャー。姉妹作品ファーローンセールズの世界観をさらに拡張させたという本作。謎の洪水に見舞われた終末世界で一人目を覚ました主人公、滅びゆく文明の残骸が点在する世界で船の方を広げ、かつて栄華を極めた文明の廃墟を巡り、新たな故郷を探す旅に出るといった物語。大海原を舞台に展開する本作は、激しい嵐を切り抜け、時に障害物となるものを避けたり、故障箇所を修理したり、燃料を補給したりと結構忙しく動き回るゲームプレイ。道中には上陸できる場所もあり、船を降りて探索したり、謎解き要素も楽しめます。 2D でありながらしっかりと奥行きを感じさせる背景グラフィックも美しく、
この静かで未来のない荒涼とした世界に没入させてくれます。パーチェンジングタイズは非常に好評な日本語対応の作品です。コアキーパー、2022年3月8日リリース、日本語化モッドでの対応作品です。評価は非常に好評、9470件中 89% の方が高評価。価格は1320円、参考プレイ時間は19時間です。謎の洞窟が広がる地下世界を舞台にした本作は、1人から最大8人でオンライン協力プレイが可能なサンドボックスアドベンチャーです。探検隊の一員である主人公がジャングルの奥地で光る石の塊コアを発見します。奇妙な異物コアに惹かれた主人公は、異物に向かって手を伸ばすとまばゆい光に包まれる。目を覚ますとそこは洞窟の中だったという物語。無限に広がる地下洞窟を探索し、発掘した資源やレリックで基地を作り、コアをパワーアップさせ古代の世界の謎を解き明かしていく、建築、戦闘、農業、料理、クラフト要素を含んだサンドボックス型のアドベンチャー。コアキーパーは非常に好評な日本語化モッド対応の作品です。エアボーンキングダム、2022年3月8日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、770件中 88% の方が高評価。価格は2570円、参考プレイ時間は8時間です。空中都市開発ストラテジー、2020年12月にエピックゲームズからリリースされた作品です。見ろ、人がゴミのようだとついつい言ってしまいたくなる本作は、天空の城とは言い難いメカメカしい空飛ぶ都市で世界各地を冒険し、資源や住人の管理を行いながら空中都市を発展させていくといった胸躍るロマン作品です。ゲームの目的は人口150人以上の空中王国を築き上げ、地上に存在する12の王国全てと同盟を結ぶこと。空中都市は自由に世界を移動でき、資源は地上から調達、資源がなくなれば別の場所に移動して資源を集めていきます。燃料となる石炭がなくなると墜落してしまうので注意が必要です。本作の特徴は、都市建築によくあるリソース管理の他に、空中都市ならではの都市の傾き、揚力、推進力といった3つの要素も管理しなくてはならないこと。都市全体のバランスを考えながら効率よく拡張していかなくてはなりません。未開の土地を探索しながら空中都市を建築していくロマンあふれるバルスな作品、エアボーンキングダムは非常に好評な日本語対応の作品です。チュニック、2022年3月17日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、3130件中 92% の方が高評価。価格は3090円、参考プレイ時間は12時間です。狐少年が活躍するアクションアドベンチャー。 3D とボクセルを合わせたようなカラフルな世界を可愛い狐の少年がちょこちょこ動き回る本作は、見た目はゼルダ、戦闘はソウルライクなシステムとなっており、そこそこ歯応えのある戦闘アクションを楽しめる作品になっています。リリース前からゲーム内容やストーリーがほぼメディアで語られていなかった本作は、未知な部分が多く、フィールド上にある操作説明書やアイテムの取説などはこの世界のオリジナル言語で書かれており、プレイヤー自身が謎めいた世界を探検して紐解いていくといった謎解きも本作の魅力です。冒険するフィールドには敵も出現し、剣や魔法を使った攻撃やスタミナを消費する防御や回避を駆使して戦っていきます。ソウルライクのようにスタミナ管理が重要となり、スタミナが少ない状態でダメージを受けると通常よりもダメージ量が多くなるので、スタミナ管理は重要です。未知の世界を冒険して、謎の言語で記されたマニュアルを読み解き、この世界の謎を解き明かしましょう。チュニックは非常に好評な日本語対応の作品です。セラフズラストスタンド、2022年3月23日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、1310件中 95% の方が高評価。価格は100円です。魔法使いローグライク弾幕シューティング、フラッシュゲームの名作ヘリアタックというゲームをベースにしたという本作は、魔法使いのおじいさんをアップグレードしながら敵を倒すローグライク要素を含んだシューティングゲームです。ゲームは至ってシンプル、ウェーブ制で進行してくる敵の攻撃を避けながら魔法を放ち敵を倒していきます。
ウェーブをクリアするごとにスキルを獲得でき、ステージが進むにつれ敵の数も多くなり、ド派手な弾幕シューティングにテンションが上がり、気がつけば夢中でプレイしてしまう作品。価格が非常にリーズナブルなところもいいですね。セラフズラストスタンドは圧倒的に高評価な日本語対応の作品です。ザ・プラネットクラフター、2022年3月25日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に高評、8300件中 96% の方が高評価。価格は1980円、参考プレイ時間は15時間です。惑星をテラフォーミングするクラフトサバイバルゲーム。鉱山資源しかない不毛の惑星を人間が住むことのできる緑豊かな惑星へとテラフォーミングしていくゲームです。プレイヤーは体力、水、酸素といったパラメーターに気をつけながら、生き延びるために鉱山資源を収集して居住コロニーや発電機などを作り出していきます。テラフォーミングが進むにつれ新しい施設がアンロックされていきます。謎に包まれたこの未知の惑星には、墜落した古い宇宙船があったり、危険な砂嵐が吹き荒れ、流星群が惑星に降り注ぐこともあります。過酷な環境を生き抜き、未開の惑星を人類が住むことのできる環境へと変えていくサバイバルゲーム、ザ・プラネットクラフターは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。コロモン、2020年4月1日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、1670件中 85% の方が高評価。価格は2050円、参考プレイ時間は26時間です。コロモンを捕獲して育成しながら冒険する RPG。 コロモン研究機関ラックスソリスで働くことになった主人公が、コロモン使いであるバトルリサーチャーとなってコロモンマスターを目指すとともに、世界の崩壊を止めるためタイタンタスクフォースのメンバーとしてタイタンエッセンスの謎を解き明かすという物語。舞台となるベルアには極寒の氷の洞窟から灼熱の砂漠など6種類の地域が存在し、登場するコロモンは100種類以上。最強のコロモンを育成してオンライン PVP で対戦することもできます。コロモンは非常に好評な日本語対応の作品です。スタックランド、2022年4月9日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、2750件中 96% の方が高評価。価格は520円、参考プレイ時間は5時間です。ローグライク要素を含んだ村作りカードゲーム。カードの散りばめられたテーブルでゲームは展開。岩、木、ベリーといった資源カードに村人カードを重ね、素材を採取したり、採取した素材を売却し、獲得したコインで新たなカードを購入し、どんどん村を大きくしていくといったゲームです。村人には毎ターン食料が必要となるので、食料管理は重要です。また素材カードの組み合わせによって新たなアイテムカードを生み出したりするかもしれません。ゲームはクエストをクリアしていくことで新たなカードパックをアンロックでき、中にはレシピとなるアイデアカードも入っているので、どんどん開封して新しい施設やアイテムを作成して村を大きくしましょう。スタックランドは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。アニマルレボルトバトルシミュレーター、2022年4月16日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、2840件中 96% の方が高評価。価格は1600円。好きな動物を配置して物理演算で戦わせる戦場シミュレーター。恐竜、ファンタジー世界の生き物、突然変異した霊長類、悪魔など70種類以上のクリーチャーを使って異種族同士を大乱戦させることのできるシミュレーターゲームです。さらにクリーチャーには武器を持たせることも可能で、ロケットランチャーを持った T-Rex や火を吹く白クマなど、ルール無用の異種族大乱闘が楽しめます。また様々な体の部品を組み合わせて自分独自のカスタムクリーチャーを作成することもできます。レビューを見る限り全体的に作りが荒く、バカゲー寄りのゲームみたいです。アニマルレボルトバトルシミュレーターは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ウォーピップス、2022年4月22日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、2110件中 89% の方が高評価。価格は1900円。
参考プレイ時間は4時間です。ランダムに生成される戦場で多種多様なユニットを組み合わせて敵を撃破する戦争ストラテジー。戦闘は時間経過で貯まる資金を使って自動で進軍していく兵士、戦車などのユニットを生産し敵陣地を破壊するシンプルなゲームシステム。にゃんこ大戦争と似たシステムですね。ステージ開始前にどのユニットを戦場に持ち込むかが重要で、兵士や戦車はステージごとの使い切りで序盤のうちに多く戦力を投入すると後の戦闘で戦力不足になってしまいます。またステージクリア報酬やショップでユニットを購入することができるので、戦力をうまく管理しながらどんどん難易度が上がるステージをクリアしていかなければなりません。レベルアップやアップグレードで兵士たちを強化しながらも後の戦いを見据えて戦力管理が重要となる戦略ストラテジー。ウォーピップスは非常に好評な日本語対応の作品です。ドルフロマンティック、2022年4月28日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、14,300件中 96% の方が高評価。価格は1420円、参考プレイ時間は6時間です。のどかな風景を作る街づくりパズルゲーム。本作はタイルを配置して成長し続けるのどかな村の風景を作り、日常生活から離れて平和な世界に浸ることができる街づくりパズルゲームです。生成されたタイルのスタックから始まり、次から次へとスタックされるタイルを描いていく。空いているスロットに配置していくと森や村、水辺などの風景グループや組み合わせが形成され、タイルの適合度に応じてポイントが加算されるシステムです。タイルを使い切るとゲーム終了なので、どんどん風景を広げ、新しいタイル、新しいバイオマス、新しいクエストをアンロックしてタイルを維持し続けなければなりません。のんびりとのどかな風景を楽しむ遊び方と、ハイスカーを出すために計画を立て戦略的にタイルを配置する遊び方、両方の遊び方ができる作品になっています。ドルフロマンティックは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ラビネスデビルズ、2022年4月30日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に高評、2300件中 91% の方が高評価。価格は520円、参考プレイ時間は5時間です。犯罪を隠し味にしたホラー料理シミュレーション。先日5月19日のアップデートで公式日本語対応しました。大金持ちになるという夢だけを持ってこの町に引っ越してきたばかりのパーシバルとヒルドレッドを操作して仕立て屋と死体料理屋を経営するシミュレーションです。パーシバルは仕立て屋としてオーダーメイドの服を求める顧客を奥の採寸部屋へと案内して頃合いを見て殺害します。殺害した遺体はキッチンへと続く仕掛け扉へと投げ捨て、彼らから剥ぎ取った衣服は無駄なくリサイクルして定価にて店先で販売。ヒルドレッドは仕掛け扉から落ちてきた原材料をひき肉マシーンに入れて新鮮な引き立てミンチの出来上がりです。おばあちゃんのレシピを参考にハンバーグやミートパイなどを作って店先で販売していく。しかしこの町に引っ越してきたばかりの夫婦のもとに秘密のビジネスを知っているといった謎の手紙が届くなど、ストーリーも気になるところ。ラビネスデビルズは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ストレンジホーティカルチャー、2022年1月21日リリース、日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に高評、2260件中 96% の方が高評価。価格は1520円、参考プレイ時間は6時間です。園芸店を舞台にしたオカルトパズルアドベンチャー。森と険しい山々に囲まれた風変わりな町アンダーメアで、プレイヤーは亡くなった叔父の営んでいた園芸店ストレンジホーティカルチャーのオーナーとなって、やってくるお客様と関わることでオカルト的な現象に巻き込まれていくといった物語。ゲームの世界観は魔術やカルトといったダークファンタジーテイストで展開し、やってくるお客さんもそれらの類に植物を利用する人ばかり。ゲームはお客さんの希望する植物を提供していくといった流れですが、はじめは植物の名前すらわからない状態なので、祖父の残した百科事典をヒントに植物を探してお客様に提供するパズルというより推理アドベンチャー。町の周辺にある森や湖に新たな植物を探しに行くことで物語は展開、結末は複数用意されています。また主人公にはライジングデッドと言われる小気度産地が設定されており、お客様の欲しい植物を間違えたり植物探しの途中でアクシデントに巻き込まれることで上昇し、
最終的には心が壊れ、ゲームオーバーになるので注意が必要です。ダークな世界観で展開するオカルトパズルアドベンチャー、ストレンジ・ホーティカルチャーは圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。Not for Broadcast 2022年1月26日リリース日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に好評。6090件中 95% の方が高評価。価格は2570円。参考プレイ時間は7時間です。1980年代半ば、ディストピアと化した架空の国家を舞台に、プレイヤーは国営テレビ局のスタジオディレクターとなって、生放送のテレビ番組をリアルタイムで操作していくゲームです。ゲームは番組を政府好みの都合のいい番組に仕上げていくことが目的。リアルタイムで進行する4つのカメラの切り替えや、コマーシャル映像の挿入、放送禁止用語のピー音の挿入など、結構忙しい仕事をこなしながら高い視聴率を維持しなくてはなりません。しかし視聴者が求めているのはリアリティ。 CM の最中に鼻くそをほじる司会者、出演者同士の大喧嘩、放送禁止用語を垂れ流しにしたり、視聴者に何を見せるかはプレイヤー次第。国民に何を見せるのか何を見せないのかで国家の運命は左右され、結末は複数用意されています。プレイヤーのテレビ放送で国家の運命が決まるプロパガンダテレビシミュレーション、Not for Broadcast は圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。アイアンラング、2022年3月10日リリース日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に好評。2580件中 95% の方が高評価。価格は620円。参考プレイ時間は1時間です。潜水艦を舞台とした短編ホラーアドベンチャー。人類が移住可能な惑星が消え去り、唯一生き残ったのは宇宙ステーションで暮らす人々だけとなった遠い未来。そんな中、一つの衛星でブラッドオーシャンと呼ばれる地の海の中で謎の異変が発見されます。囚人であるプレイヤーは自由と引き換えに錆びついた潜水艦に乗り込み、地の海の調査に行くことになるといった物語。写真に映る謎の生命体、潜水艦内で起こるアクシデント、海の中を知る術はなく、進めば進むほど目に見えない恐怖を感じる作品。アイアンラングは非常に好評な日本語未対応の作品です。ティアダウン、2022年4月21日リリース日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に好評。39,300 件中 96% の方が高評価。価格は2199円。参考プレイ時間は12時間です。全てが破壊可能な強盗アクションゲーム。ボクセルベースで描かれたフィールドを舞台に、プレイヤーは強盗となって各マップに配置された複数のターゲットを制限時間内に全てを盗むことが目的の破壊と強盗を楽しめるサンドボックス型のアクションゲームです。物理演算に基づいたゲームシステムはほぼ全ての地形、オブジェクトが破壊可能。キャンペーンモードでは借金まみれで会社が圧迫され、怪しい人物からの怪しい仕事を引き受けるようになった主人公が、金のために破壊の限りを尽くし、あの手この手で強盗に手を染めていくといった物語。マップ内には盗むべきアイテムが複数設置されており、全てを獲得して脱出ポイントにたどり着けばステージクリア。ただしアイテムを奪った時点で警報が鳴り、60秒後には警備員がやってくるので、事前に逃走経路を確保することが重要。綿密な計画、抜かりない遂行力、そして大胆な犯行を楽しめる作品。ティアダウンは圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。ザ・スタンディ・パラブル・ウルトラ・デラックス、2022年4月28日リリース日本語未対応の作品です。評価は非常に高評。1600件中 94% の方が高評価。価格は2570円。参考プレイ時間は2時間です。物語の主人公は会社員として働く社員番号427番のスタンリー。指示された通りにキーボードを押すだけの仕事。毎日毎日この作業を繰り返すだけでしたが、ある日突然指示が一切来なくなり、不思議なことに仕事場から忽然と人が消えてしまったという物語。ゲームは時折聞こえてくる謎のナレーターの指示に従い、消えてしまった同僚を探して車内をさまよっているうちに、プレイヤーはスタンリーを通してとても興味深くも不思議な体験をしていくことになります。本作ウルトラデラックス版では、前作の内容を全て包括しながらも、
新コンテンツ、選択肢、エンディング、隠し要素などが追加されているとのことです。ザ・スタンリー・パラブル・ウルトラ・デラックスは非常に好評な日本語未対応の作品です。ローグ・レガシー2、2022年4月29日リリース、日本語未対応の作品です。評価は非常に好評、7300件中 89% の方が高評価。価格は2570円、参考プレイ時間は21時間です。世代交代を経てダンジョンを攻略する 2D ローグライトアクションゲーム。本作の最大の特徴は主人公から子孫へ能力などを引き継ぐシステム。少しずつキャラクターが成長していくため、いつかは必ずクリアすることができるといった作品になっています。前作と比べるとグラフィック、アクションバリエーション、キャラクターの動作、ドット絵の表現品質が向上。キャラクターのクラスには剣を武器にするナイトや弓を扱うレンジャー、斧を振るうバーバリアンなどが存在し、それぞれのキャラクターにはユニークなタレントと呼ばれる能力や特技や魔法を持っています。ダンジョンも毎回ランダムで生成され、部屋の数は700種類以上とやりごたえのある作品になっています。ローグレガシー2は非常に好評な日本語未対応の作品です。シチズンスリーパー、2022年5月5日リリース、日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に好評、560件中 95% の方が高評価。価格は2050円、参考プレイ時間は7時間です。宇宙ステーションを舞台にしたテーブルトーク RPG。 プレイヤーは人間の意識だけを宿したサイボーグ、いわゆる全身擬態の作業用ロボットスリーバーとなって、この作業用ロボットの所有者である企業の回収から逃れるため、巨大宇宙ステーションアーリンズアイに潜入することになります。アーリンズアイは企業の支配から脱却を目指した理想主義者が立ち上げたコロニーですが、現在は無政府主義の同盟や寄せ集めの諸勢力が街を牛耳っており、薄汚く無秩序ながらも活気のあるステーションで生きていくことになります。ゲームはサイクルと呼ばれる周期ごとにサイコロの出目によって仕事をしたり買い物をしたりといった様々な行動アクションに割り当てることができ、その結果は自分自身と周りの人々の人生に影響を与え、ひいてはステーションの未来をも決めていくことになります。またステーションに住む個性豊かなキャラクターたちとの関わりを通して生きる方法を学び、いつの日か何十年ものデータが蓄積されたステーションのクラウドにアクセスし、未来を変えることすらできる失われたデータの謎を解き明かしていくといった物語です。シチズンスリーパーは圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。レトロウェーブ、2022年5月7日リリース、日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に好評、6250件中 96% の方が高評価。価格は310円、参考プレイ時間は1時間です。80年代のスーパーカーに乗り込み、ノリのいい BGM を聴きながら無限に続くハイウェイをひたすら走り続ける雰囲気重視のドライブゲームです。ゲームモードは一方通行のワンウェイ、対向車線があるツーウェイとタイムアタック、そしてスピードを緩めると車が爆発してしまうスピードボムの4つのモードが存在。走る距離や速度などのスコアがお金に換算され、新たな車の購入やアップグレードを行うこともできます。購入できる車種の中には日本語未対応なのになぜかアキナの86なんかも登場する、ちょっと変わった作品。レトロウェーブは圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。We are here forever、 2020年5月10日リリース、日本語未対応の作品です。評価は非常に好評、1830件中 86% の方が高評価。価格は1840円。人気コープパズル脱出アドベンチャー We are here シリーズの最新作。2人のプレイヤーは南極探検家となって呪われた謎の城キャッスルロックを舞台に、様々な謎や困難を乗り越えていくといった作品です。本作の特徴は別々の場所を探索していくことになる2人のプレイヤーがトランシーバーを使ってお互いの情報の共有と分析を行い、パズルを解いていくことです。お互いに画面は見えず、言葉だけでヒント情報を共有しなければならないため、伝える側の正確な情報伝達能力と受け取る側の正確な情報理解能力が双方に求められるといったユニークな作品です。 We are here forever は非常に好評な日本語未対応の作品です。
V ライジング2020年5月17日リリース日本語未対応の作品です。評価は非常に高評、3360件中 85% の方が高評価。価格は2050円です。オープンワールドヴァンパイアサバイバル。本作はヴァンパイアをテーマにゴシックなグラフィックで展開するアクション RPG といった一味違ったユニークさが興味をそそる作品です。ヴァンパイアは不死身でかなり強い印象ですが、本作のヴァンパイアは何世紀も眠りについたせいで力が衰えてしまったという設定です。日光はもちろん人間や闇の敵対勢力など様々な敵を退け、血を求めて集落を襲い、力を取り戻すために広大な世界を冒険していきます。さらに建築要素もあり、ヴァンパイアとしての力を取り戻し、領地を支配し、人間を忠実な下僕に変え、城を建築してヴァンパイア帝国を築き上げることもできるみたいです。またマルチプレイに対応しており、協力プレイや対戦を楽しめ、他のプレイヤーの城に攻め入って物資を奪うなどの要素もあるみたいです。まだアーリーアクセスでリリースされたばかりですが、レビューを見る限りでは建築要素の弱いバルヘイムといった感じで、今後のアップデートに期待できる作品です。V ライジングは非常に好評な日本語未対応の作品です。リトルウィッチインザウッズ、2022年5月17日リリース日本語未対応の作品です。評価は非常に好評、945件中 88% の方が高評価。価格は1640円です。見習い魔女のスローライフ RPG。 本作の主人公は魔女見習いの少女エリー。魔法学校の習わしとして各地に存在する魔女の館で暮らしながら一人前の魔女になっていく物語が描かれます。魔女の修行のメインは宅急便ではなくポーション作り。周辺の森で素材を集め、レシピをもとに大釜でポーションを作り出していく。また周辺の村で暮らす個性的な人々との交流を深め、困っている人たちの手助けになることで親密になり、秘密の話を聞けたりするかもしれません。細かく繊細なドット絵で描かれたポップな可愛いグラフィックが印象的な本作は、正式リリースを2023年に予定し、全3章で構成される物語は20時間のボリューム。今回のアーリーアクセス時点ではプロローグと5時間ほどの1章だけとなるみたいです。リトルウィッチインザウッズは非常に好評な日本語未対応の作品です。はい、今回は2022年上半期 Steam でリリースされた意外と知らない隠れた名作を紹介しました。知らなかった作品で刺さるものはあったでしょうか。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様、明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。